カンピオナートナチオナーレプリマベーラは、イタリアのプロサッカーリーグに A 団体、レガカルチョに所属するクラブのユースチームによって、争われる、サッカーリーグである。2017から18シーズンより、カンピオナートプリマベーラ1と、カンピオナートプリマベーラ2に分かれた。セリエ A とセリエ B に所属するクラブのユースチームが、参加できる。 プレーする選手はシーズンが始まる年の1月1日の時点で20歳以下でなくてはならない。例えば、2009から10シーズンの場合、参加する選手は1990年1月1日以降に生まれたことが参加条件となる。全42チームを3つのグループに分けてリーグ戦を行い、リーグ戦終了後に各グループの上位4チームずつで、 決勝トーナメントが行われる。優勝したクラブは、スーペルコッパプリマベーラに出場することができる。なお、1969-70シーズンまでは、セリエ A とセリエ B に分かれて大会が行われていた。大会スポンサーは、テレコムイタリアモービレ。また、2006年12月より、新たに、ジャチンとファッケッティトロフィーという名称が付された。 これは、同年9月に亡くなった、元イタリア代表で、インテルミラノの選手だったジャチント・ウファッケッティを忍んでの、ものである。ありがとうございます。